皆さん、こんにちは。先日、最終回を迎えた、フジテレビ系月9ドラマ、海の始まりで、主演を務めていた、スノーマンの目黒蓮さん。そんな目黒さんは2023年に、映画、私の幸せな結婚で、女優の今田美桜さんと共演して以降、密会や熱愛の噂が絶えません。最近ではストーンズのジェシーさんと、綾瀬はるかさんの熱愛が、もうバッシングを受けているように、アイドルと女優の熱愛は嫌われるイメージがありますが、目黒さんと今田さんは歓迎ムードだと言われ、結婚目前と囁かれているようです。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。2023年3月公開の映画、私の幸せな結婚で主演を務めていた目黒さん、そのヒロイン役を務めたのが今田さんでした。この共演以降、 TBS 系ドラマトリリオンゲームやキリンビール晴れ風の CM など立て続けに共演が続いていました。そんな2人が密会していたという噂があったようなのですが、どうやら私の幸せな結婚で共演したことから、映画を撮影する前に2人で会ったという噂が広まっていったようです。しかし、この密会話を持ち出したのは映画やドラマキリンビールの宣伝担当なのではないかとの疑惑が浮上しました。そこで3つの作品を見てみましょう。まずは2025年公開の映画トリリオンゲーム、 TBS ドラマトリリオンゲームが映画化することが決定し、2025年に公開を控えており、2023年に放送された同ドラマで共演した2人の距離感や演技が好きだったという声も多数あり、好評だったドラマの映画化とあり、 TBS サイドは気合が入っていることは間違いなく、2人の仲が話題になればなるほど映画に注目が集まりますよね。そして目黒さん主演のドラマ海の始まり、この海の始まり23年放送の今田さんが出演していたドラマ一番好きな花は、共にフジテレビ系列で同じ時間軸で演出されているため、フジテレビがドラマの視聴率を上げるために噂を仕組んでいるとも言われているようです。両ドラマの脚本は生方美久さん。かつて一番好きな花を見ていた視聴者たちが海の始まりを見てリンクしている点を見つけたことで、 SNS では話題になっていました。海の始まりで目黒さん演じる主人公の恋人である弥生が美容院を訪れるシーンがあり、この美容室が一番好きな花で今田さんが勤めていた美容室だったのです。同じフジテレビ系列のドラマですが、世界観を一致させるのは珍しい演出だそうで、目黒さんと今田さんのつながりを作ったのはフジテレビの策略と言えるかもしれません。そして目黒さんと今田さんの仲良しぶりを利用したプロモーション大成功のキリンビール。革新犯と言われているのがキリンビールの商品晴れ風。 CM に登場するのは内村照吉さん、天海祐希さん、今田美桜さん、目黒蓮さんの4名。別で撮影しているかのようですが、今田さんの CM に目黒さんがナレーションしている点などに盛り上がりを見せており、さらにスノタンと今田さんのファンは当然キリンビールの売り場や広告に注目していました。キリンビール側としては、広告を SNS に上げてくれることが一番の宣伝効果になりますから、2人をキャスティングしたのは大成功と言えます。そんな二人には匂わせと捉えられるエピソードもいくつかあり、一つ目は目黒さんが今田さんに対してタメ口だったこと。目黒さんは女優さんに対してめったにタメ口は使わないとされ、二人が共演した映画私の幸せな結婚の公開直前イベントで輪投げ対決をした時のこと。今田さんは投げた輪投げが一本も入らなかった際に、なんだかもう悔しくもないですと発言し、
それに対して目黒さんは、その感情すらも湧いてこないの？と返しており、その姿に珍しいとファンの間で注目を集めたそうです。2つ目は共通の趣味があること。目黒さんと今田さんは中国語が共通の趣味で、実際に中国語を勉強しており、中国語検定2級の取得を目指しているそうで、ウェイボー日本チューインフェイ2019で目黒さんは中国語でスピーチをしています。ファンの中には、お互いに中国語を教え合ったのではという声もありました。中国語が趣味というのはあまり被ることがないため、匂わせと言われているようです。そして3つ目は、似たようなメガネをかけていたこと。目黒さんと今田さんがかけていたメガネの見た目が非常に似ていたため、ファンの間で話題になりました。見比べてみたところ、かなりよく似ているのですが、目黒さんのメガネに比べて今田さんのものは丸みがあり、同じものではないことが分かりました。偶然似たものを着用しただけだったのでしょう。4つ目は、2人の距離感。 TBS 番組王様のブランチに目黒さんと今田さんが出演することが X で告知され、ツーショット画像とともに発表されました。しかしこの投稿には、距離近い、めっちゃ近いやん、カップルの空気感といったコメントが寄せられており、以前よりも距離感が近くなっていたことで匂わせかもしれないとファンは感じたようです。5つ目は、ボディタッチが多いこと。その一例として、モニタリングのサッカー企画で目黒さんが見事に成功すると、今田さんとハイタッチをしていました。この自然なハイタッチが彼氏と彼女のような関係に見えると話題となっていました。そして6つ目は、赤い傘をプレゼントしたこと。それスノーマンにやらせてくださいの企画で、目黒さんが今田さんに赤い傘をプレゼントしたことが話題となっていました。この企画はスノーマンメンバーが女友達に対して一番喜ぶ誕生日プレゼントを選ぶというセンス対決企画で、各メンバーが選んだ9つのプレゼントから今田美桜さんが選んだのは、目黒さんがプレゼントした赤い傘だったのです。ファンからは、今田美桜さんの好みをよくわかっているといったコメントが見られ、また目黒さんのある発言にも注目が集まっており、以前目黒さんは自身の恋愛観について、年上の大人な女性が好きと話していたのですが、ここ最近では変化があったようで、年上年下とか年齢関係ないと話していたそうです。目黒さんと今田さんは共に1997年生まれで同い年。今田さんとの交際をきっかけに恋愛観にも変化があったのかもしれません。ネット上では、なんでこんなにお似合いなんだろう、お二人とも顔面強すぎ、美男美女すぎて画面割れるかと思ったわ、美女やばいね、お似合いだわ、などと歓迎ムード。目黒さんが主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ海の始まりが最終回を迎えたので、結婚が発表されてもおかしくないでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。